勝山は、江戸時代初期、特に、女王、明暦年間、吉原で人気のあった遊女の源氏名である。元は、江戸、神田四県町木地町にあった、丹前風呂の湯名であった。1653年8月、山本薫順に抱えられて、吉原の太夫となり、1657年8月、車を知りいた。勝山曲げ、歌川国定、古今名不伝、 丹前風呂、勝山勝山は元、丹前風呂と呼ばれる、死傷靴を兼ねた風呂屋の従業員であったが、その頃から派手な出立ちで評判になっていたらしい。髪は自分で考案した上品な武家風の勝山曲げにゆい、腰に木刀の大将を刺して派手な島の綿入れを着て歩き回り、江戸の若い女性たちはこぞって、彼女の風体を真似たという。人品必士からの様子と、 武家風の好みから、勝山は霊落した武家の娘であったという説もあるが、ユナになる前の経歴は不明である。しかしどれほど人気があると言っても、丹前風呂は、師匠靴であって、建前上交渉を置いている吉原以外での、売春行為は違法であった。幕府は、吉原からたびたび出される要請もあって、商売的となるユナや飯い森女などの厳しい取り締まりを、行っていた。 松山も後に経道、死傷靴の一斉捜査で逮捕され、そのまま吉原に身柄を引き渡されて、遊女となった。岡場所と呼ばれる、死傷靴で働いていた女たちなどの一部は、逮捕された後に、吉原に身柄を移されて、遊女となる刑罰を適用されるが、もともと人気のあった彼女は、吉原に勤めて後最高位の太夫にまで登り詰める。 彼女の非企客になって、吉原に登録してくる、諸大名の家臣や合唱によって諸般に知られる存在となった。彼女の人気のほどは、大阪の井原西閣が、西閣折止めの中に一代の名義として、彼女を紹介していることからも伺える。ユナ時代に、武家の使用人である、旗本奴に人気が高かったこともあり、勝山の好みは、男っぽい、武家が勝ったものが多かった。後に、 丸曲げとも呼ばれる、武家風の勝山曲げは上品な印象から、武家の奥方などにも好んで言われるようになり、当時の指揮者を嘆かせたという。現在土寺とも呼ばれる土寺の渡入で、丹前も彼女が考案し、非企客の旗本奴や胸郭に広まった。丹前風呂は、堀丹後神の屋敷前という土地柄もあってか、血気盛んな若者が常連客に多く、 彼らのような江戸初期の若者の派手な好みを丹純風とも言う。以下は勝山が考案し、愛用したとされる品々である。また後に、オイラン道中と呼ばれる、吉原の外八文字を踏む道中の足取りは、彼女の考案という説がある。それまでは、京都、島原の多遊道中に習って、吉原も内八文字の道中をしていたという。ありがとうございます。